主要銀行の破綻そして540億ドルの救済措置で連鎖破綻は食い止められるのかこんにちは米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナンス専門チャンネルのレバナス1本リーマンです最近は米国国内の銀行が連続して破綻したことについて解説してきましたがこのリューデオ製機器は国外の銀行にも飛び火し連鎖破綻リスクが国内外において発生しています この動画については、まあ、過去何度も挙げましたが、この銀行の破綻問題、3月11日のこの史上2番目の銀行破綻という動画とか、3月7日の96%の株価が下落したとか、もっと前の2月11日の国内第2位の銀行 倒産危機という動画などでで1 1月に 1, 2本のペースで上げてきましたこのチャンネルを見ていただいている方は大体ご存知だと思いますが状況がどんどん悪化してきているということを今回解説したいと思いますこの銀行の倒産危機に関して根本的な問題はシリコンバレー銀行とは違いますがシリコン バレー銀行と唯一共通している点がありますそれは経営陣がひたすら我々は問題ないと言っている点ですこの魔法の言葉を言う人たちはだいたい最終的に破綻することになりますえ、イエレン財務長官も同じこと言ってた それはまずいですね。米国の地方銀行についても後での、えー、後ほど触れていきますが、まずは最初にヨーロッパの超巨大銀行の破綻に関して解説していきたいと思います。物語の入り口は CNBC の記事から始まります。クレディスイスの会長は、えー、シリコンバレー銀行破綻は一旦落ち着いたように見えるけれども、政府の支援の話に関しては、 拒否した、リジェクトしたというタイトルになっていますえ。拒否しているという時点でご理解いただけると思いますが、多かれ少なかれ、この時点ではスイス中央銀行からの支援は必要になることはもう間違いない段階になっていました。そして先ほども言ったように、本日、えー、今日ですね、えー、具現化したというのが今日のニュースで出ています。540億ドルをスイスの中央銀行からアークレディスイスに供給するということが 今回発表されました。ただ、ここでさらにご理解いただきたいのは、この政府支援を必要としているのは果たしてクレディ・スイスだけなんでしょうか。スイスの国内だけの問題でもないですし、国内外全部での問題です。なぜならこの問題に発展した原因の一つとして、 最も重要なことをこのクレディスイスも中央銀行も理解していないからでこれは他の銀行も同じなんですこの銀行業務というのは非常に特殊な業界なんです皆さんちょっと考えてみてください普通自分の資産を誰かに渡すなんてそんな気が狂ったこと普通しないですよねでも唯一信頼できるのが銀行という考えがあるから自分の大切な資産の大半を銀行に預けるんですでもそこが 破綻してるとか、救済されてるって聞いたらあなたはどう思いますでしょうかいくら信用のできる友人で政治君主のような徳を豪快積んだような人がいたとしましょう。その人にあなたの財産を預けますでしょうかしかもその人は借金まみれにおいて他のところから借金をされている。まあ、今回中央銀行は借金としてクレディスイスに資金を提供したんです。ですので、そんなボロボロの借金まみれの人に 誰がそこに資産を預けるんでしょうか普通はしないんです。 銀行は特別で銀行は自分の資産を絶対的に守ってくれる。絶対になくさないっていうところにしか預けないんです。この大前提があるからこそあなたの資産を銀行に預けるんです。でも銀行の預金がなくなってるとか、資産が目減りしてるとか、なんかマネーロンダリングして政府から目をつけられていると知った途端、あなたはどうしますか預金者はどうするんでしょうか答えはたった一つです。全員引き出すんです。シリコンバレーバンクのように。シリコンバレーバンクはまだいい。 方ですこのクレジスイスなんかおかしいんです過去何度もやらかしているんですこれ日本語の記事ですけれども、えー、クレジスイスが発行しているところですがクレジスイス過去何度もやらかしているんです汚職官僚マフィア 犯罪者の不正資金の口座が何十件もあるとか、先ほど言ったマネーロンダリングにこの口座が使われているとか、アルケゴスキャミタルマネジメントという、まあ、その投資銀行に多額の投資をさせた、これ、後に破綻することになるんですけども、そういうところに投資したりさせたり、えー、これで訴訟問題も抱えています。 上げたらもうキリがなないほどなんですねおそらくスイスの中央銀行は、まあ、今回、救済はしましたがどこまでするのかというところこのダーティーマネーがズブズブに入った銀行に対してかなり否定的な意見もスイス国内にあります。まあ、今回は救済しましたが果たしてこれがまた危険な状態になったらどうするんでしょうか。 えー、クレディ・スイスのアクセル・レイマン会長は最近のシリコンバレー銀行の破綻による影響は限定的で落ち着いてきているという発言をされましたこれ、えー、救済措置が入る前の発言ですがよくこんなことを言いましたねまたあ彼の会社が何らかの政府支援を必要とするかにどうかについてはあ発言をディクライン、えー、控えましたということを言っています、えー、ここもうちょっと読んでいきたいと思いますが <laughs> 政府支援についてコメントを控えたのは、おそらくここに記載されているクレディ・スイスの最大の投資家であるサウジ・ナショナル・バンク、ここがあのクレディ・スイスに巨額の資金を提供してたんですね、投資してたんですね、でこの巨額の資金を提,提供していたサウジ・ナショナル・バンク、今どう言ってるんでしょうか。クレディスイスイにはもう これ以上財政支援を提供しないと述べているんです。最大のお財布だったサウジナショナルバンクがもう金を出せないというのであれば、おそらく政府支援がもうこの時点で必要になったということは間違いありません。しかしながら今週水曜日にリヤドで開かれたパネルセッションで、来週何らかの政府支援を除外できるかどうか、本当にないんですかと。 尋ねられた時レーマン CEO は今はそれは話せれないと立つのはトピックというふうに述べました。まあ、それはそうですよね。だってもう少しで政府からの救済措置が必要になるなんて口が下げても言えないんです。もしこれ言ってしまったらどうなるんでしょうか。預金者が殺到して取り付け騒ぎになるんです。それ。 第2のシリコンバレーバンクになってしまうんですからそんなことは口が裂けても言えませんただでさえもうすでに大量の預金流出が発生している状況ですので米国の地方銀行が取り付け騒ぎになっても政府の力でなんとかなるんだとか預金なんて引き下ろさなくても大丈夫なんだ安心してくれ だから預金者よ頼むから預金を引き下ろさないでくれよというメッセージがここに隠されています。でも内心は一番大きなお財布のナショナルバンク、サウジナショナルバンクにも見放された。いよいよか、あとは時間の問題かと思っているのは間違いありませんえ。ここにも私たちは金融当局のルールに則っ,って正しく運営している自己資本比率は高くバランスシートは 非常に強固なんだ。だから大丈夫なんだ。と CEO は言っていますが、大丈夫だったらここまで取り付け騒ぎは広がっていないんです。えー、ここもう少し読んでいきたいと思いますが、私はシリコンバレー銀行や他の中小銀行で何が起きたのか確認しましたが、これ CEO が言っている言葉ですね、確認しましたが、この 地方銀行にはバゼル3という厳しい規制がかかっていなかったので破綻したんだと。この地方銀行のバ,ランバゼル3という規定が入ってなかったというのは、まあ、前回の動画でも軽くお話ししましたが、バゼル3っていうのは、いろいろな、えーまあ、銀行のルールが規定されているところです。まあ、ルールを BIS というところが出しているんですけども、まあ、銀行の ここですね。バゼル3。まあ、銀行のルールを規定して、いくら以上の現金を持っておかないといけないとか、逆にいくら以上持っちゃいけないっていうルールも規定されてるんですね。コロナショックによって少し緩和されましたが、この規定が本来だったらあるはずだったんですが、まあ、アメリカの銀行に関、特に地方銀行に関しては、 コロナショックによっていろいろ安定しなかったところもあるので、このバゼル3が <laughs> あの限定的でえまあかかっていなかったというところがあります。まあ、それをこの CEO は言っているんですね。だから、従って、 この点で連鎖,連鎖破綻はある程度局所的で封じ込められているというふうな発言をされました。しかしシリコンバレー銀行の影響は依然として世界的に金融市場に対する警告として見ていると CEO はおっしゃいました。ここでこのクレディスイスの CEO、この問題は金融市場の 銀行規制の問題であるかのように、先ほどのバゼル3ですね。銀行規制の問題であるかのように言っていますが、そんな次元ではないんです。先ほどのこのバゼル3の条件として、銀行がいくらお金を持っているかなんてどうでもいいんです。ここをこの CEO は全く理解していないんです。このマネーゲーム、どんなマネーゲームなんでしょうか。今、銀行が遊んでいるこのマネーゲームは、どんなルールでやってるんですよ。 誰がどれだけ信用されているのか、ここが一番重要なんです。先ほども言ったように、誰がいくら持っているかではなく、この銀行がどれだけ信用できるのかが重要なんです。このバゼル3はいくら以上持てとか、いくら以上持っちゃいけないとか、その金額の話しかされてませんが、まあこれ全部読めばわかると思いますが、イコール どんだけ信用されるのかっていうのはまた別問題なんですね。バゼル3を守ってても自己資本比率、もともとバゼル2の時は自己資本比率4%ぐらいだったんですけど、今は3になって6%持たないといけないですよとか、そこらの現金を保有してても、そこら辺の、まあ、十分安全率持って10%、20%仮に持っていたとしても、資産分全部ごっそり預金として引き出されれば破綻するものはするんです。それが国内最大の 最大クラスの銀行であったとしても、これもともと国内第2位の銀行だったんですけどね、もう今落ち潰れて、えー、落ちぶれてかなり下にランクダウンしてますけども、つまりこのマネーゲームは先に米国で起きて状況はここまで追い込まれています。 シリコンバレー銀行の破綻後バンコバアメリカは150億ドル以上の預金を獲得と書いていますが昨日の動画では JP モルガン・チェイスが数十億ドルもの預金を獲得したという内容を動画にて解説しましたが4大銀行どんどんと預金を集めていますこれは4大銀行が意図的に集めているわけではなくて中小銀行の取り付け騒ぎが加速しているという様子を表していますもう一度言います ルールなんか決めたとしても政府が救済措置をするとしても預金保証をすると言っても中小銀行の取り付け騒ぎは今でも加速しているという状況なんです多くの米国国民が中小銀行の口座を解約して大手銀行にお金を預金を移しているんですこのようなニュースが出回れば出回るだけ自分は置いていかれないようにしないとと自分がトリガーを引かないと自分が打たれるという心理が働きこの、ね、取り付け騒ぎは加速していきます シリコンバレーバンク金曜日の差し押さえありましたけれども金融危機以来最大の米国の銀行破綻であり えー、つまり、えー、リーマンショック以来という意味ですね。えー、最大の米国破綻でした。で、この取り付け騒ぎを起こした預金者によって引き起こされて、世界の金融システム全体に衝撃を引き起こしました。また、バイデン大統領も出てきて、銀行システムへの信頼を強化するための全く新しい措置を導入するということが、まあ、余儀なくされました。で、先週、えー、仮想通貨に焦点を当てた銀行のシルバーゲート・キャピタル・コープレーションは、まあ、もう、あの、 閉鎖しまし,た、ね、たしましたねで日曜日にニューヨークに、えー、本拠地を置くシグネチャーバンクも破綻しました原因は違いますがこれからクレディ・スイスに起こるプロセスはこの銀行の参考が破綻した連鎖破綻と同じですたった数日で金融史上最強と言われた米国の銀行参考が破綻したんです誰も予想していなかったことがたったの数日で発生しましたクレディ・スイスもまさか破綻しないだろうと思われていますがこのプロセスをきちんと踏んで一歩一歩踏んで 一歩公に進んんででいるんですこのニュースが広まれば広まるだけクレディ・スイスに預けている預金者は思うんです。本当に大丈夫なんだろうか今のうちに引き下ろしておいた方がいいんだろうか。米国はこうならないように2つの政策を発表しました。1つは財務省から「心配するな預金は全額保証だだから頼むからこれ以上中小銀行を破綻に追いやられないでくれ全額保証だよ」 FDIC の上限10 25万ドルは当面撤廃するから50万ドルでも100万ドルでもとにかくそのまま預金に置いといてくれ。この政策が一つ目。二つ目は FRB が介入して銀行にとってすぐに資金が必要になったら銀行の持っている HTM ヘルツマチュリティ、昨日の動画でも言いましたね。債券を担保にして金を貸すから行ってくれと。 こう言って流動性危機を解放回避したんです。少なくとも回避した気になっているんです。政府はこれで事態は収集が追いついたと、収集がついたと思っていますが、事実はこの記事に書いてある通り、信用不安は終わらないんです。中小銀行からどんどんお金が引き出されて、大手銀行に引き、どんどん流れている。 バンカメ、JP モルガン、ウェルズ・ファーゴシティ。この四大銀行にお金を入れるために多くの米国国民は未だに取り付け詐欺を起こしている。これがいわゆるバンクランナーです。規制がどうだとか、ルールがどうだとか、全額保証、預金保証、 全部関係ないんです。預金者も企業も誰もそんなことを信じないし、これはもう決まった運命なんです。それではここから本格的にクレディ・スイスの内情を分析していきたいと思いますが、物語はクライマックスに近づいてきました。クライマックスの舞台はウォールストリートジャーナルの記事で、タイトルはクレディ・スイス財務報告のマテリアルウィークネスが見つかった。 マテリアルウィークネスが見つかった。どういうことなんでしょうか。マテリアルウィークネスというのは、このウィークネスシーズですけれども、マテリアルウィークネスというのは、企業の財務諸表の作成時に内部統制が機能していないということなんです。もう少し言うと、内部統制というのは、粉飾決算などをしないように財務諸表の不正を防止するためのルール、プロセスで、これが機能しないと、 企業の財務指標に重大な虚偽が生じている可能性があるんです。ただでさえ、クレディ・スイスの決算書は見るたんびに悪化して厳しい状況でしたが、これでもマテリアルウィークネスがあったということはどういうことなんでしょうか。えー、クレディ・スイスは先週の年次会計報告書を提出するのが遅れてしまいました。これツイートででも言いましたがあ速報レベルでツイッター ツイートしましまたがなぜなら2019年と2020年の年次報告書でキャッシュフロー計算書に関して米国証券取引所 SEC からの指摘でマテリアルウィークネスに関して直前に指摘があったんです。 えマテリアルウィークネス、ちょっとここで出しましたけれども、ちょっとなかなか日本語であんまり僕わからないので、まあ、物質的な弱点っていうんですかね、えちょっとこう日本語もしわかる方がいらっしゃればコメントで教えてください。えマテリアルウィークネスというのは財務指表に虚偽があったというわけではありませんが、これまでの財務指表に虚偽があったとしても見つかっていなかったという意味なんです。こ <laughs> こ,こで先ほどの預金者の信用の問題に戻りますが、何度も言いますがあなたを含めて 預預金者は全全員、銀行をを信用してて資産を預けています。ただでさえ財務諸表を見る限り危険な香りがしていたにもかかわらずその財務諸表に誤りがあっても気づけるシステムではなかったのだとすると預金者の信用は 余計に失墜しますこれは財務指標が悪化しているとか財務指標的に倒産危機ある以上のネガティブなインパクトがありますなぜならこれは銀行が最も重要視しないといけない信用の問題だからですこのクレディ・スイスの信用問題について別の記事ではこのように書かれていますクレディ・スイスの筆頭株主が株主株式の調達を拒否してから えー、破綻の危機に瀕している。まあちょっとぐらついているという記事です。えー、クレディスイス、えー、今一生懸命再編を頑張っています。えー、クレディスイスは今重要な、えー、資産管理事業、ウェルスマネジメント事業に注力しながら、また一方で、 投資銀行部門、これもかなり儲かっていたところだったんですけど、切り離すといった複雑な再編を開始して、まだ数ヶ月の中です。ここ数年で2回目の戦略転換をしていますが、これまでのところ投資家を獲得することも、顧客流出もる止めることもできずに、残念ながら、シリコンバレー銀行の破綻後の金融市場の不安により、今後の経営は日に日にリスクが高まっています。このリスクのバロメーターが株価ですが、 今の株価、こんな感じになってます。そのバルメーターである株価は史上最安値を記録しているんです。これ、クレディスイスの株価ですけども、ここで、まあこれもずっと右肩下がりですね。これも2000、 えー、13年からもずっと下落しっぱなしなんですけども、まあ、ここに今更投資する人がいるのか、こんなに危険なところに預金を預けるのかっていう問題があるんですけど、あの理解していただきたいのは、米国の銀行に関しても全額し預金保証をすると、バイデン大統領も FRB も財務省も口をそろえて言いました。安心してごらんなさいと。ただ、株も債権も投資家に関しては知らんというわけなんです。資本主義社会なんだから、株も債権もそれは自己責任だろう。 というわけなんです。確かに預金者目線では預金が守られればいいかもしれませんが。 それは必ずしもそうではありません投資家としては保護されないんだったら今は金融市場に投資している場合じゃないと思います少なくともクレディスイスに投資したいなんて思わないはずですそうすればクレディスイスから投資家は離れるし経営陣も多額の損失をこもりますそうなればなるほど資金繰りは厳しくなり経営は傾いていきますこれが加速すればするほど自分たちの株式も売却する方向に行きこれがスパイラルとして続きます これが行き着く慣れの果てとしてはシリコンバレー銀行と同じようにやはり破綻になるんです米国政府は預金だけ守っていればいいと思っていますがそれは大きな間違いです、えー、クレディ・スイスの CEO が言っていることとしては <laughs> まあこのクレディ・スイスの CEO ですが このクレジースイスの CEO、コーナー CEO、火曜日、流動性カバレッジ比率の指摘をしました。この流動性カバレッジ比率についてお話をしました。これ、銀行が1ヶ月以上の預金の大量流出に対して処理できるということを言ってるんです。つまり、そんだけ流動性があるよということを言ってるんです。預金流出、1ヶ月ぐらい続いたとしても、まあ1ヶ月ですけどね、1ヶ月ぐらい続いたとしても、まあ全く問題ないよと。 いうふうに言っています。自信満々ですね。えー、全く問題ないと言っているのはなんか危険な匂いがします。動画の冒頭でも言いましたが、全く同じことを言っています。確かに現金比率を最近急速に高めていることは間違いありません。これは確かです。ただ問題は、この預金流出がいつまで続くかなんです。だって先ほども言ったように、クレディスイスにとって最大の投資元であってな、えー、まあ ま、巨大な資金を出してくれたサウジナショナルバンクはもう愛想を尽かしてこれ以上は投資しないと明言している状態なんです。この結果、クレディスイスの社債が今とんでもないことになっています。えー、この記事ではクレディスイス債ニューヨークで破格の水準に急落という本日速報として出た記事です。えー、もうちょっと文章を一文だけ読んでいきたいと思いますが、 クレディ・スイスの債券は水曜日10セント以上急落しスプレッドは国債に対して1000ベーシスポイントを超えましたこれ急,急上昇してるんですね国債に対してこの債券利回りが1000ベーシスポイントも上がったとで国債に対してはこの1000ベーシスポイントを超えるスプレッドで取引されている債券というのは信用市場で え、最も危険なものなんだ。ディストレスバイクレジットマーケットというふうに言ってますけれども、信用市場では苦境に陥っているとか、かなり危険というふうに見なされています。クレディスイスのデフォルト保険、まあこれ、えっ、ー、と、専門用語で CDS というふうに言ったりしますけれども、この CDS は破綻危機として投資家の深刻な懸念を示すレベルに達しています。そして本日最後のクライマックスですが、 3月16日本日、スイス中央銀行はクレディスイスに対して540億ドルの救済措置を発表しました。果たしてこれだけですべて丸く収まるんでしょうかそれともドブに捨てるだけになるんでしょうか今後の展開について進捗があり次第また別の動画にて解説させていただきたいと思います。ここについて皆さんのコメントを どう思うでしょうか記載いただければありがたいと思います。まあ、それからメンバーシップもやってます。チャンネルを応援していただける方はぜひ参加をお待ちしております。今回の動画がいいなと思えば高評価お願いします。それから世界に有料なユニコーン企業に投資できるファンドとして非上場 .com というのがあります。まあ、ここ概要欄にリンクがあるので、もし興味があれば見ていただければいいかなと思うんですけども、メタ、ウーバー、エアビーとか、まあ、こういう上場前に機関投資家、まあ、エンジェルの投資家たちが大量に 購入していった。 まあそういうようなところ。まあこの上場前に投資できるのがこの非常助ドットコムというところがあります。まあ会員登録は無料なので、まあお金入れなくてもどれぐらいのものなのかっていうのを見るためだけにも会員登録だけしてみたいかがでしょうか。あくまでもリターンはとんでもないですがリスクもそれなりにありますのでそこをしっかり踏まえた上でサテライト感覚で余剰式の一部で検討してみたいかがでしょうか。それからこの非常助ドットコムの下にはムンムー証券もあります。ムンムー証券は1900万 万人もの楽天と SBI 合わせて足して足した以上の利用者が使っている証券コローザープラットフォームです。ここまあ、今回のこういう記事とか540億ドルで投資、えー、と借金しますよとかまあそういうような速報ニュースが え、速報として出てきますので、まあ、もしこういうところ私もこれ使っていますが、興味あればああ、ファンダメンタルズ分析のためにも使ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。終わります。